皆さんこんこにちは大川介です僕は動画クリエイターとして活動しながら誰もは簡単に思い出を動画で残せるようなアプリを開発しております今日はですね僕が動画制作を始めた時から愛用している 信頼のあるジョビー。ジョビーのこのゴリラポットをずっと愛用していたんですけれども、そんなジョビーから Vlog 機材シリーズの一つに、ジョビー Weibo Pro が登場したので、レビューしていきたいなと思っております。特にですね、Vlog に適した設計になっていて、どんな環境でも安心して使えるのが最大の特徴です。今回はこの w ェイボプ Pro の音質、 と安心できる機能に焦点を当ててじっくりレビューしていきたいなと思っておりますそれでは早速行きましょう前半にこの製品の特徴そして後半に実際に僕が撮影してきた印象も含めてお伝えできたらと思っておりますはい、まず外観から見ていきましょう ジョビー・ウェイボプロはブラックを基調としたシンプルかつモダンなデザインで、まあどんなカメラにもマッチするんじゃないかなと思っております。基本的にですね、こういったマイクをつけるカメラってのはもうブラック一色がほとんどなので、あの、まあどんなカメラにも基本的には合うカラーなんじゃないかなと思っています。素材にはですね、アルミと ABS 樹脂が使われていて、耐久性にも優れています。重さは 161g ですね。 カメラをつけるとですね、ちょっと高さが出るので、まあ、めっちゃ軽いわけではないんだけど、十分にね、持ち運べるサイズなんじゃないかなと思っています。カメラのね、コールドシューや3 8分の3インチユニバーサルマウンドにも簡単に装着できます。左側に出力用の 3.5mm のステレオミニプラグがあって、右側に外部マイクの入力用の 3.5mm のステレオミニプラグがあります。 ただですね、USB-C は充電用なので、音声入力、出力をすることはできません。Weibo Pro は内蔵充電式のバッテリーを搭載しているので、え通常の使用であれば約60時間。アクティブノイズリラクションをオンにした場合でも、約50時間の連続使用が可能になります。撮影中のバッテリー切れの心配もかなり少なくて、長時間の撮影にも対応できるっていうのが魅力だったりします。 さらにですね、USB-C ポートから外部電源を供給することもできるので、よりね、安心感が増すかなと思ってます。価格は税込み4万0千円になっていて、まあ決してね、安いっていうのは言えないんだけど、まあこれだけね、まあ充実した機能と安心材料が揃っているということなので、お買い得かなと思っております。え早速ですね、これをですね、カメラに取り付けてみましょう。もうシンプルにここをですね、カメラのコールロシューにスライド。 で、回転させます。まあね、僕もね、長年こういったコールロシューにスライドする製品使ってるんですけど、この機構以外の製品ってあんま見たことないですね。はい。要はこれスライドして、えー、ネジを締めて取り外せないようにすると。ただこれしっかりつけないとね、スライドした時に取れちゃうんですよね。わかりますかなので、しっかりとネジを締めるっていうことをおすすめします。まあまあまあ。 これぐらいあれば大丈夫かなと思っています。そうすれば基本的に落ちる心配はありませんし、ガタガタするっていう懸念もないですね。はい。で、これが付けた状態。まあ、ちょっと上からだとあんま見えないけど、はい。まあ、結構ね、この取り付けた時の上部の高さが結構上がってしまうので、えー、ジンバルとかをね、付けながら使用するっていうのにはちょっと向いてないかなと思うんですけど、まあシンプルにね、このジョビーの ゴリラポット。このね、セットアップで使うと、本当にパフォーマンス発揮されますよね。えー、みんな大好き、ケイシー・ネイスタッドまあ、Vlog のね、カルチャーを作ったと言っても過言ではない方が、まさにこのセットアップで、Vlog をやってますよね。こんな感じで。皆さん、こんにちは。 最近はですね、このセットアップでガンガン Vlog を撮るっていうよりは、スタジオでね、撮影することが増えてきたので、あんまりないんだけど、まあ僕が動画始めた時はですね、もうこのスタイルが、もうかっこよくやたまんなかったんですよね。で、もう Vlog といえばこのスタイルなんですよ。で、それを支えていたのが、このジョビ。これは、まあちょっとマイクの話じゃないんだけど、要は、本当に自由自在に、 足の高さとか角度を変えることができるので Vlog ってやっぱり日常のログを残すっていうことだから本当にいろんな環境下ですぐこうやって置けるえいろんなとこに備え付けれるとかこのアームがすごく革命的で KC ネイサットがあのずっと使ってたのでほとんどの v l o g はこれ買ったことあるんじゃないかなと思ってますはいまあこういうセットアップですね はい。なので、まあ、ジンバルをつけるよりは、こういったジョビーのゴリラポットをつけながら使うっていうのが一番いいセットアップなのかなと思っています。で、こちら、3.5mm の端子を装着。こちらに接続をしてですね、電源をオンにする。はい。するとですね、見てください。電源をオンオフにこちら側でしなくても、勝手についてくれるんですね。 もうこれも最高ですね。で、Vlog をね、あまり撮影しない方っていうのは、そういった懸念は感じたことないと思うんですけど、僕はですね、この、まあ、いろんなマイクを使ってきて、カメラの電源をオンにして、マイクが起動しないと、撮り忘れるってことがあるんですよね。だから、めっちゃ撮ってても、マイクが入ってなければ、声が何も撮れてないっていう、まあ、そういったね、問題、僕もね、1、2回やったことがあって、その時は悲惨でしたね。Vlog の構成、 ってのもなんか成立しない動画になってしまうので、まあ、ここら辺のね、電源つけたらそのままオンになるっていうのはもう最高です。はい。もうこれをすれば、もうあとは撮影するだけ。で、こういった風にですね、まあ、後で音声テストするんですけど、風が強い環境下っていうのはやっぱりね、ボ,ボボボボみたいな、ちょっと低音が入ってしまうので、こういったウィンドジャーマー、アクセサリーをですね、えー、装着することができたりします。はい。 一瞬です。付け方も至って簡単。こうするとですね、まあ、もっと大きく見えちゃうんで、あの、だいぶこの人 Vlog 撮ってんなって印象あると思うんだけど、まあ、こういうふうにね、簡単に装着できるっていうのも良さだったりします。ではですね、デザイン面、そして装着、お見せしたと思うので、えー、実際にですね、このマイクの性能を見ていきましょう。 ウェイボプロはですね、スーパーカーディオイド型のマイクになっていて、周囲の雑音っていうのを排除しながら、目の前の音声をしっかりとキャッチするんですね。周波数特性は 20Hz から 20kHz と幅広くて、人のね、声の細かなニュアンスもしっかりと拾えます。また、最大音圧レベルは 115dB。 ピークが118デシベルなので大音量のシーンでも安心です。感度はマイナス34.4デシベル。比較的静かな音もしっかりと録音してくれます。これマイクをですね、接続しているときに音の大きさを LED でリアルタイムに確認できるっていうのは、まあ、グッドポイントかなと思ってます。上のね、電源ボタンの周りの LED がジョビウェイボプロの音の大きさ。 で、下の EXT と書かれているポイントはですね、外部マイクの音の大きさを表しています。で、これはですね、マイク単体ではなくて、最近のマイクはアプリ接続できるんですね。アプリを通じてですね、Bluetooth 5.0で接続して、これらの、ね、音声設定を行います。一つ目、えー、ゲイン調整。そして、ローカットフィルター。 パッド設定やパラメトリック EQ など詳細な音声管理ですね。アプリのインターフェースは非常に直感的で、スマートフォンから簡単に音声の微調整が可能になります。えー、特にですね、現場で集音中に 音の確認とか原因の調整が素早くできるんで、Vlog 撮影の環境って結構変わったりするから、まあそこで調整するのもいいし、例えば本当インタビューとか、こういった対面でね、人と話す時にも、その場に応じてすぐアプリで調整できるっていうのもいいポイントですね。続いて、このプロダクトに、アクティブノイズリダクションという英語が入ってるんですけど、この製品、アクティブノイズリダクションの機能が搭載されてるんです。 え、ももですね、注目すべきポイントかなと思っています。w ェイ e Pro はですね、意図せずに生じてしまう機材の操作音とか、あとは歩行時の振動とか、ノイズとか、いろいろね、Vlog 撮影時って発生するかと思うんですけど、どんな環境でもクリアな音声が録音できるので、場面に応じて、まあ、安心して使えるっていうのも良さです。アクティブノイズリラクションの切り替えは、まあ、本体ではなく、スマホアプリのみ、 シンプルに使うことができますで今回は富士フィルムのこのカメラ単体そしてこの製品を装着したタイミングあとはアクセサリーをつけた状態アクティブノイズリラクションをオンオフにした状態えいろいろとテストしてきました聞いてくださいどうぞはい今富士フ,フィルムのえボディ内マイクで収録しております聞こえはいかがでしょうかはい今 アクティブノイズリダクションオフの状態で収録しております。聞こえはいかがでしょうか？はい。今、アクティブノイズリダクションオンの状態で収録しております。聞こえはいかがでしょうか？はい。今、富士フィルムのボディ内マイクで騒音環境時での収録をしております。聞こえはいかがでしょうか？はい。今、アクティブノイズキャンセリングをオフの状態で騒音環境時で収録しております。聞こえはいかがでしょうか？はい。 今アクティブノイズキャンセリングをオンの状態で騒音環境時での収録をしております。聞こえはいかかがでしょうか 続いてですね、本当にこれも Vlogger の気持ちをよく考えている製品だなと思うんですけどあの、デュアル録音機能っていうのがあるんですね。アプリケーションでここにセーフってあるじゃないですか。これはですね、セーフトラック録音になります。通常の音声とは別にマイナス10デシベルのバックアップ録音を同時に行ってくれるんですね。なんか一つだけの音だと、やっぱ急に音が大きくなってしまう時って割れてしまうんですよね。 例えば距離を近くしたり離れたりとかってなった時にもまあこういうところちょっと音割れてしまったところを調整しなきゃいけないっていうまあそんな時にもですねデュアル録音してマイナス10デシベルで録音してくれるのでそんなミスってしまった状態でも、えー、安心して編集できるんですねこれもですねセーフトラック録音がどんなに役立つのか検証してきましたはい今セーフトラックモードをオフの状態で収録しております えー、僕の声の聞こえはいかがでしょうか結構大きく聞こえてると思うんですけど今オンにしますはい今セーフトラックモードをオンにしました、えー、少しねサイズが小さくなってま音割れをねま防げるのではないかなと思っておりますはい僕の声の聞こえはいかがでしょうか 通常時はですね、かなり音が割れてるんですけど、セーフトラックの方はかなり聞きやすいボリュームになっています。えー、これはですね、調整して、なんとか対応できるパターンと完璧に音が割れてしまっている時とかは、その時だけセーフトラックの音を使うっていう使い方が一番実用的かなと思っております。で、実際にですね、この Weibo Pro の音質をまあ聞いてみたんですけど、音質は非常にクリア。 自然の音声が録音できているなっていうふうに感じました。Vlog ってやっぱりカメラを持って自分の人生のログをこうやって残していくんじゃないですか。で、自分の声が適切にこの残されているかってものすごくログを残す上で大事だと思っていて、そこにですね、このね、アクティブノイズリラクションっていう新機能が搭載されているとはいえ、ベースはですね、この人の声が適切に 自然に残されているかっていうことを忠実に考えているような、そんなね、マイクかなと思いました。で、本当にね、Vlog 撮影っていろんなシーンがあると思うんですけど、屋外でちょっとね、ノイズが発生した時の声の聞き取りやすさとか、えー、風切り音とか、ノイズを最小限に抑えるっていうだけじゃなくて、えー、セーフトラック録音機能があるっていうことで、音割れしてしまった。そんな時にも安心して録音に集中できるっていうのも、えー、大きなメリットの一つですね。 プラス、電源オンオフ機能がまずないので、カメラを起動すればそのまま撮れるっていう要素。充電がなくなったとしても、タイプ C で給電しながら使えるっていう要素。なので、冒頭にお話ししたように、最も Vlogger のことを考えられた、安心して使える高品質なマイクなのかなと思ってます。 はい。で、今のね、スペックをまとめていく上で、えー、もういいところをお伝えしてしまったと思うんですけど、長年ね、Vlog を撮影し続けている僕がですね、良かったポイント、悪かったポイントをまとめていきたいなと思っております、えー。まずですね、もういいところはもうさっきもお伝えしたんで、テンポよくいきたいと思います。えー、もう本当にクリアな音質、そして高い指向性、えー、声の明瞭さが抜群だっていうことですね、えー。アクティブノイズリラクション、セーフトラック録音によって、 安心感のある音声録音がまず可能。で、長時間のバッテリー、アクティブノイズリラクションをオンにしても、えー、50時間使えるってことですね。で、なくなったとしてもタイプ C で充電できます。えー、アプリ連携で詳細な音声設定ができたり、基本的には、まあちょっとね、高さはあるけれどもコンパクトなんで持ち歩きもできますよ。というのが全体的な良いポイントです。 で、使っていて、ちょっとこれ改善してくれたら嬉しいなっていうポイントをお伝えします。まずはですね、カメラに装着した時の高さですよね。これ、まあカメラってね、今かなりコンパクトになってきてはいるんだけど、こういうふうにですね、持ってると、だいぶこの人、がっつり撮ってるなっていう印象。なのでちょっとね、シャイな僕には大きすぎるかなっていう印象がありますね。で、まあ 161g とですね、めちゃくちゃ軽いわけではないです。 もうカメラにプラスアルファ 160g 乗ってるっていう感覚なので結構重たいです。で、僕ね、いろんなマイク使ってですね、このウィンドジャマーが長年使っていくとね、外れてくるんですよね。ぴょっと。気づいたらなくなってるみたいなことがあって、これはですね、長く使った時にどうなるのかっていうのはちょっと不安な要素ですね。さえここに両面テープをつけなきゃいけなくなるかもしれません。これは実際に長期で使ってレビューしたいなと思っています。あとはですね、 こういうふうに横サイド見ていただきたいんですけど、あの、ファインダーとかをこうやって結構覗くっていう人とかは、ゴツンと頭いってしまうかもしれないのでお気をつけください。で、あとはアクティブノイズリラクション時でもホワイトノイズが若干乗るので、撮影する内容によっては、ノイズリラクションを別途編集で書ける必要性もあるのかなと思っています。 はい、皆さんいかがでしたでしょうかえー、長年ね、Vlog を撮影してきた僕にとってもですね、このマイクってのはかなり Vlog 側の気持ちを考えられてるマイクだなと思っています。で、Vlog に特化してお話したんですけど、えー、この高性能なマイクは Vlog に限っただけじゃなくて、いろんなシーンにもね、対応してるかなと思っています。えー、唯一ね、えー、おすすめできないのは、やっぱりジンバルとかね、 乗せる場合ってのはちょっと上部が高すぎるのでバランス調整も難しいとなので比較的こういったジョビーのゴリラポットと接続して柔軟に撮影したいっていう方に特におすすめしたいバイクでした価格は4万4000円とちょっと高いんですけどこの価格に見合う安心性能と高機能な録音が実現できるのでぜひね興味のある方はチェックしていただけたらと思っておりますはいそんな感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございましたバイ